中の敵を倒すことができたブチャラティだったが、彼の体は限界に来ているようだった。自分の体が動かなくなる前に目的地コロッセオに到着しようと必死で歩いていた。その途中、なぜかトリッシュと出会い、二人でコロッセオに入っていった。ブチャラティは気づいていなかった。自分と一緒にいるトリッシュが偽物だということ。一方でジョルノたちもヘリの男を倒した後、少し遅れてコロッセオに入っていった。次はどっちへ向かえばいい？階段を登るんだ。トリッシュ、君に会えてよかった。負傷した俺をこうして連れてきてくれたんだからな。ボス、本当に大丈夫なんですか？ドッピオ、お前はバレはしない。ブチャラティの奴はすでに死体なのだ。私と娘は魂の形において似た匂いを持つ。その部分だけをお前に与えた。ブチャラティの見ているものは娘の形だけだ。そのまま気づかないふりをしろ。誰かいる。上階の石壁の影だ。やはり目的とは何者かと会うことだったようだな。止まれ。そこで止まるんだ。一歩でもそこの階段を登ったら約束は消えることになる。ドッピオ、何とかして近づけ。まずいよ。近づく前にバレちまうぞ、ボス。俺の名はブローのブチャラティ。あんたがボスを倒す可能性を持っていると言ったから、信用してここまで来た。分かっている。しかし、君の隣にいる人物は誰だ？俺の持っているデータには記憶がどこにもない。あるはずがない。トリッシュは組織のものではないが、俺たちの仲間だ。スタンド使いでもある。スタンドが見たい。そうすれば安心する、トリッシュ。ボス、マジに何者だ？戦闘経験の豊富なやつだ。スタンドの間合いを確実に計算に入れている。あの男、何か持っているぞ。あれは、まさか矢か？なんで持っているんだ？そうか、一人心当たりがあった。あの男か、殺したはずのやつか。ならば俺が自ら戦うしかないな。ブチャラティ、どこに行った？隣のやつは消えた。まさか。これは試練だ。過去に打ち勝てという試練と俺は受け取った。え、お前もそうだろ、ジャンピエール・ポルナレフ。貴様はまさかディアボロ。数年前、海にばらまいてやったはずのお前がどうやって生きていたのかはどうでもいい。重要なのお前が何しに来たかだ。ブチャラティどもに何かを伝えようとしているな。その階段に足をかけるんじゃねえ。俺は上、貴様は下だ。お前が下だ、ポルナレフ。お前が地獄の下にいれば、矢を何に使おうと、もう何も問題はない。石の下からミミズのように入る。命はもらった。ここまでだ。シルバーチャイオンズ、イングクリゾン、クレイ、もらった。衰えてはいないのか。その命はもらった。
愛を図らなくてはいけない。自分を頼むぞ。すでに射程距離に入っている。逃がさない。あの矢を完全に制する者がこの世を制する者となる。自分を頼むぞ。リングクリゾン。衰えてはいないのか。その精神力、タイミングも天才的だ。もう少し近づいていったら深くダメージを受けていた。なんてことだ。誰よりも早くここに来たのがディアボロだとは。だが何としても希望だけは守らなくては。すでに射程距離に入っている。今度は逃がさない。キングクリムゾン、食らえ。なんだこれは。矢がスタンド。この矢はチャリオツに何をしているのだ。これは矢をディアボロに渡さないための賭けだ。戦闘者として再起不能の俺は矢を完全に操るパワーはすでにない。あの矢を完全に制する者がこの世を制する者となる。うわ。数年かけて何かとてつもない矢の秘密を見つけ時期を待ったらしいが、ポルナレフ、残念だったな。しかしこの俺のためにお前は立派に役に立ったぞ。あとは矢の謎を解くだけだ。何、貴様、何者だ。いつからそこにいる。誰だお前は。なんだその首に見えるそのあざの形は。矢を返せ。貴様、止まれと言ってるんだ。こっちに顔を向け。なぜ座るんだ。これはもしかしてあの矢の。その男はもうボスの射程の中に入っている。さっきから数回時間が飛んでいるぞ。ベネツィアの時と同じだ。ボスはどこにいるんだ。見て、あそこにブチャラティが。無事だわ。しかし負傷してるみたいだ。なんか様子が変だ。おかしい、この気分は。みんなも。なんだ、あ、眠ってしまって、すでに夜が明けてる。6、7時間ぐらい過ぎてるのか。みんなも起き出してきた。僕たちずっと眠って、これは、俺とゾルナの体が、いや、心だ、精神が。まさか眠ってる間に、眠った者同士が、二人の精神が、俺とゾルのミスターとトリッシュ、お互い二人の精神が肉体を超えて入れ替わったのかよ。ブチャラティの肉体にも他の誰かが入っているはず。ならばそれは誰か。ブチャラティ、彼のことは目覚めるまで何もわからないということか。それまで目を離してはいけない。聞いてくれ、ナラン。いや、ジョルノか。誰だお前は。私の名はポルナレフ。このコロッセオで君たちと会う約束をしたが、ディアボロに追い詰められ約束を果たせなかった男だ。私は
矢の能力のおかげでこの亀と魂を入れ替わってしまった。今君たちに平等に起こっているこの異常な状況は私のスタンドの能力のためだ。いわゆる暴走状態になっている。なんだこの野郎は。オルマレフだと。自分のスタンドが暴走してるですって無責任なことを。ボスと何があったのだ。奴はどうなった。今ディアボロはどこにいるのだ。それは私にもわからない。奴のキングクリムゾンを倒すにはチャリオッツから矢を取り上げ君たちが矢のパワーを使いこなすしか方法はない。もしあの矢の力を使えばそのものは全ての生き物の精神を支配する力を持つことになる。再起不能の私にはそれをコントロールする力はない。そして私は待ったのだ。ディアボロの正体を探る君たちのようなものが現れるのを。矢を手に入れるというのはあんたのチャリオッツを殺すと解釈していいのかな。構わない。どっちみち矢を取り上げればチャリオッツは消滅するんだからな。それに私はすでに始末されている。それともう一つとても信じられない重要なことを伝えておく。ボスは二人組だ。トリッシュに化けてなぜかブチャラティを騙せた小僧がいる。何ですって。どういうこと。私にも見当がつかない。しかしいたのだ。あの小僧がいなければ俺もあそこまでディアボロを近づけさせなかった。ジョルノ、クジの方向の右側のゲートに動くものがいる。人間だ。人間が一人ゲートから走って入ってくるぞ。こいつは。あの顔はディアボロ。待て、ジョルノ。左の闇の中をよく見ろ。チャリオッツレクイエムとでも呼ぼうか。あれが矢で進化した私のチャリオッツだ。あれはまずい。矢を取ろうとしているぞ。待て、このスタンドはスティッキーフィンガーズ。あいつはブチャラティ。ブチャラティの魂だ。ブチャラティ、その矢を制すれば全ては終わる。分かった。矢を手に入れたらいいんだな。これが完全暴走状態になった。レクイエムのスタンド能力だ。暴走したレクイエムは私の心の底を受け継いでディアボロスタンドになっている。レクイエムはあらゆるものからバレルの自動的に防御しているのだ。ティッキーフィンガー、走らせてこい。走らせてこい。ディアボロは俺が勝っている。まずは俺がこのままだ。ティッキーフィンガー、これは俺のスタンドの複製を作り上げる。矢は精神を支配する力を持つ。はっ、これがその一端というのか。矢に触れようとする。こいつ自身のスタンドが攻撃し矢を防御してくる。ブチャラティが矢を手に入れれば、はっ、これで全てが終わるぞ。ティッキーフィンガー、フリア。あいや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 、ウリアー、あいや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 フィンガー、ウリア。フィン
身で奴を守ってんじゃねえか。うらっ、うわっ、うりゃっ、うわ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 っ、うりゃっ、うわっ、うわっ、はい、うりゃっ。なら精神を支配するパワーを持つ。これがその一体というのか。うりゃっ、うわっ、うわっ、うりゃっ、うわっ、甘い、うわっ。何が起こったんだ。完全暴走状態になったレクイエムだ。あらゆるものから矢が取られるのを自動的に防御しているのだ。するってとさ、どうすんだよ。ミスター、奴の体が目覚めたぞ。起き上がる。今は矢の追跡は後だ。ミスター、撃て奴を。やったか。お、なんだと。飛んだぞ。今時間が数秒消し飛んだぞ。あいつは本当にディアボロなのか。答えは分からないが、今時が消し飛んだというのなら、あの体はキングクリムゾンを操るディアボロではないのは確かだ。ナランチャ、周囲はどうなってる。他に近づく者はいないか。ナランチャ、ナランチャー、早くナランチャを下ろすんだ。こんなことは絶対にありえない。ディアボロが二人いない限り絶対にこんな。二人、あの小僧とディアボロ、まさか二人いるのか。肉体は一つなのに精神は二つ。ナランチャ、手当てを、ジョルド。ナランチャの魂はもう行ってしまった。間に合わなかった。すでに空洞なんだ。僕がこの自分の体に戻れるくらい。すでにいないんだ、ナランチャはもう。元の体に戻った。ナランチャの魂は行ってしまった。ナランチャー。俺、これが終わって故郷に帰ったら学校行こうと思ってたんだ。頭悪いって他のやつにバカにされるのも結構いいかもなって。わかった。ディアボロの人格は2つある。1つの体に2つの人格だ。あのブチャラティの肉体に今入っているのは私が出会った構造だ。一つはブチャラティの肉体と入れ替わったが、もう一つは偶然なのか、どこかの誰かの肉体に入ってしまったのだ。それがディアボロだ。奴がまずナランチャを襲ったのはレーダーを叩くためだ。どっちみちキングクリムゾンを倒すには奴よりも早く矢を追跡し取り上げるしかない。レクイエムはどっちへ向かった。左方向だ。奴が歩いていく方向から人々は目覚めているようだ。ナランチャ、君を必ず故郷に連れて帰る。待っててください。近づく者に用心しろ。行くぞ。ボス、そいつの体に行ったですね。確かにそこにいるのなら僕たちの勝ちだ。でも寂しいよボス。
つものように電話ください。待ってます。で、レクイエムを倒す方法を見つけるのだ。なんとかしてあの矢を俺たちのものにしないと。追うんだ。そうだ、いいぞ。近づけ、レクイエムにもっと近づくんだ、今だ。なんだ、ミスターが走り出した。まさかボスはトリッシュの精神に取り付いていたのか。なんで奴は俺たちを攻撃しねえで走ってるんだ。まさか奴は矢をレクイエムから取り上げる方法を知ってるぞ。絶対に先に行かせてはならん。汚い手だろうが何をしても構わない。絶対に止めろ。あの影だ。歩くレクイエムの足元の影は俺から見てどう動き回ってもなぜかいつも同じ方向にある。あいつの影がレクイエムの矢とその秘密だ。この影はその人間個人個人が見る影なのだ。影があるのなら自分だけの光がどこかにあるはずだ。この影を取り除けば矢は手に入るはずだ。光は己の精神の背後だ。このディアボロが矢を手に入れ、これはまさか。あんたが見つけたんだ、レクイエムの破壊の仕方を。個人個人の自分の精神の背後にあるこの何かを壊せばいいらしいな。俺のを完全に破壊すれば暴走したスタンド、レクイエムの能力は消滅して入れ替わった全ての謎は全て元に戻る。あとは任せたぞ、ジョルノ。気にするな。みんなによろしくと言っておいてくれ。俺はそうなるべきだったところに戻るだけなんだ。元に戻るだけ。ただ元に。ブチャラティ。やったぜ。さすがブチャラティだ。かなり際どかったが、これでみんな助かるぜ。ジョルノが矢を掴んでいる。レクイエムの次に矢を支配するのはジョルノだ。ゴールドエクスピリエンス。これはバカな。矢がこいつに吸い付いて、やばい。とどめだ、ジョルノ・ジョバーナ。レクイエムだ。あれはジョルノのレクイエム。ゴールドエクスペリエンスレクイエムは矢のパワーの先にいたわ。真実から出た真の行動は決して滅びはしない。そしてお前の行動が真実から出たもの、それとも上っ面だけの邪悪から出たもの、あんたは滅びずにいられるのかな、ボス。矢を支配するのはこのディアボロだ。お前には死んだことを後悔する時間をも与えん。このディアボロだ。真実から出た誠の行動は決して滅びはしない。いい気になるな、ジョルノ・ジョバーナ。お前
には死んだことを後悔する時間をも与えん。この俺がここで逃げるわけにはいかない。ここで引いたら帝王の誇りが失われる。このディアボロが敗北する後は お前はどこへも向かうことはない。特に真実に到達することは決して。このガキが！やったぞ戦士、一体何をやったのか俺にはよく見えなかったし分からなかったが、とにかくボスのキングクリムゾンをついに倒した。でもちょっと待って、どこかに浮かんできてる。あいつの死体は？確認しないと発信できない。いや、探す必要はない。全てはもう終わっている。奴はもうどこへも向かうことはない。特に奴が真実に到達することは決して。無限に終わりのないのが終わり、それがゴールドエクスペリエンスレクイエム。
この排水溝だ。この中に逃げるのだ。このダボが俺ちの強盗を拾ったって騒音させねえぞ。なんだと、なんだってこんなバカな、まさか立てない。おい、誰か、こんなことが、この痛み、こんなところで、俺はディアボロだぞ。こんなやつに、夢か、俺は夢を見ているのか。だが、まただ。ここは一体今何時で、ここはどこだ。ローマじゃないようだが、俺は確かローマのティベレ川にいて、あの想像を絶する苦痛は夢にしては。おい、こら、え、なんなんだこれは。さっきから変だ。まさかこれはあのゴールドエクスペリエンスレクイエムの。うずくまって、おじちゃんお腹痛いの？俺は何回死ぬんだ。次はどこから、いつ襲ってくるんだ。俺は俺のそばに近寄るな。Belongs to us? At last? Hey, let's get our butts back to the Colosseum. Bucciarati's soul may be back in his body, but he's still injured. He's probably there, lying on the floor, wondering what's become of us. Hey, Giorno, let's go. We're heading back to the Colosseum. Let's get Bucciarati healed up and head towards home. Yeah, sounds good. I'll be right there.That'll do, Giorno. Don't worry about it, Giorno. The fact that we've reached this point means complete victory. Now everything will be fine. Fate is a sleeping slave. We've managed to set it free. That.Is victory. Mister, Giorno, don't leave me here. If you forget about me, I don't know how long it'd take just to get from here to the Colosseum. Whoa, is that you, Polnareff? You're alive? But if the soul switching's been cancelled, then your soul and the turtle should've...My body has already died, but I managed to cling on to the inside of this turtle. I've decided to live inside it as a ghost for a while. Well, ain't that something? Anyway, I'm happy you're all right, Polnareff. But it's not over yet. We're going to heal Bucciarati back at the Colosseum. Bucciarati?I believe I saw his soul rising up to the sky. I see. They don't know then? That which we have inherited from the fallen
must be carried onwards. I shall not destroy the arrow. Store the arrow inside the turtle. That'll be fine, Jorna. That is the duty of the survivors. Now, to the Colosseum, then?